足つったこれで釣るなマジかマジかハローみんな元気です。レイナモトです。さくらです。ナイスガスカイです。そして画面外のこうちゃんです。イエーイよっこうちゃん。本日の企画はよっ3分で常識力チェック、大人の常識の奥。イエーイどこに見せるのがあったら今説明しよう。常識ノックとは毎週月曜日にクイズノックで連載されている大人気クイズ記事で、10問の問題を毎週解くことによって少しずつ自分の常識力を向上させることができるという世界で一つだけのスーパーデンジャラスプログラムなのだ。イエーイ、デンジャラスなんだよな。もっとデンジャラスパーソン。モーストデンジャラスパーソンって言った。うん、今日は早押しでやろうという企画でございます。過去に公開された常識ノックの記事の問題をそのまま読みます。全部で問題は21問用意してあります。全問題は違うライターから持ってます。あ、じゃあ自分が書いたやつが1問は出る。まあ当たるかもしれないです。1問正解で1常識ノックポイントをゲットしますはい。で5常識ノックポイント獲得で優勝です。おお、はい、JKP JKP ね外さんは普段クイズしてないプラス常識ノックを書いたことがないないのでハンデとして1問正解すると3常識ノックポイント獲得。おい、1問あたり 3JKP だから実質菅井さんは2問正解すると優勝と。なるほどなるほど、2問で決まるやん。菅井さんから問題を選択してください。11番。なぜ真ん中だから。確かに真ん中の定義をしなきゃいけないな割と気になってる問題、地球は何日に1回自転。1日。正解です。なんだこの問題常識がすぎるだろ。やばいな。逆になんか軽くっちゃう。でもいい問題なんだよこれは。あの自転ってどういう定義ですかってのを優しく聞いた問題だから、まあ、そういう定義をしっかりと学ぶことが大事なわけで、常識ノックというプログラムが改めて素晴らしいということをこの1問で確認することができますね問題、子供が包丁を使うとき具材。猫の手。正解です。この問題見たことあった。全部あるあんた絶対嬉しいでしょ。記憶の中にあるから問題、調味料の一つ土佐酢は。鰹節。イエーイ。ただただクイズが覚えてたってこと。俺直した記憶。直した記憶この問題むずいなと思って、土佐だけにで持っていけるようなもの。あ、なるほどね。問題文のこだわりをね、そういうところで感じてほしいですね。アピール毎回伊沢さんお願いします。今2018年なので6で。どういうの今言ったの。もうやばい。2018と6がどう関係してるかもわからんし問題、デフォーの小説ロビンソン・クルーソー。わかりません。押すの大事。押すの大事よ。デフォーの小説ロビンソン・クルーソーで主人公のロビンソーは主に何をする。選択肢、月面へと旅行。無人島で生活。あ、正解。あ、でもこれいい問題ですね。いや、伊沢さん2常識のポイントです。やったー。10問題、400キロの道のりを8時間で移動したとき。時速 5km。 時速 50km。 正解。イエーイ。うめえ。あ、やべ、ちょっと待って、足つった。これで釣るな。マジか。深井さん3乗式やばい。やばい。もうリーチ。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと反動で足つっちゃいました。屋内でさ、クイズやってて足つの本当に意味わかんないんだけど、まあかけてきたからな俺も今日。問題、レモンなどの柑橘類に特徴的に含まれるビタミン C。 正解です。選択肢、ビタミン D、ビタミン C、ビタミン A、ビタミン B1 というね、ビタミン C が正解です。伊沢さんも3ポイントですね。でもリーチじゃねえんだよな。そうですね。問題、イタリア語なのはどちら。選択肢、カフェオレ。カフェラテ。すごい、すごいな。やべえ、今日俺クイズ強いな。あれはあれという間に伊沢さんもリーチですね。お、俺に学ぶものがある。そう、それはそうなんだよ、習ってんだよ。確かに。伊沢さん、これがラストになるかもしれない選択お願いします。
すべてが始まり、すべてが終わる数字である8ですね。8に終わるのイメージ持ったことないんだけど、まずうろぼろっす。問題、本州を青森県か、うわっ、兵庫県。正解です。よしよしよし、しかもわかんない。本州を青森県から山口県まで陸路で横断、はい、陸路で縦断、避けては通れない都道府県はどこ、ということで兵庫県。でもさ、横断しましたのところを噛んじゃったのかなと思ったら縦断。問題、セオドアにフランクリン、レズベルト。よし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 、なるほど、やっぱり僕の記事かも。はい、何ポイントだ。福田さん2ポイント、山本さん2ポイント、伊沢さん4ポイント、菅井さん3ポイントですね。そう。問題、常識という言葉の対、非常識。正解です。おお、すごい、すごい、最新のやつ。そうそうそう、収録当時最新のやつ。そうですね。ふーとか書いてあるやつでしょ。そうです。ふむひひでやつ。はい、山本さん、よし、よし。さて、山本さんも弾けるのか。なんでこうちゃんも言えますし、ひいきしてるよくわかんない。確かに今用意して言ってたノリ出ちゃった。問題、平野美宇や伊藤タキュー、ということで優勝は伊沢さんです。強いね。もうそろそろみんな来るから5文字で押そうと思ってて、何が来ても5文字で押そうと思ってたの。5文字が平野美宇。超いいの来た。これでね、クイズのね、あの仕事はできたかな。確かに。はい、ということでね、今日はね、常識のクイズやったわけですけどね、常識のクというコンテンツがですね、クイズの句の本誌にありまして、たくさんの問題が載ってますので、ぜひみんなもそこで腕試ししたりクイズ遊びしてみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネル、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。